エンゼルスは24日、日本時間25日、右肘の内側側副靭帯の損傷で投手としては今季絶望となった大谷翔平投手について、チームと共にニューヨークへ移動した。今後通知があるまでの間、指名打者として出場する予定だ、と打者として出場を継続することを発表した。写真、取材中も目はうつろ、大谷翔平の疲労困憊の様子が一目瞭然。大谷は前日23日、同24日に行われたレッズとのダブルヘッダー第1戦に投打同時出場。第1打席にリーグトップを独走する44号を放ったが、腕の疲労感を訴え2回途中で緊急降板した。3回に打者としても退き、検査で右肘の内側側副靭帯損傷が判明。それでも第2戦に先発出場して安打を放っていた。大谷はここまで打率304、両リーグ単独トップの44本塁打、91打点。日本人初の本塁打王へ邁進している。25日、同26日からは敵地でメッツ3連戦。初戦は千賀滉大投手が先発予定で、メジャーでの初対決が実現しそうだ。